こんにちは、亀くんです。ポトスという植物、実は今回は観葉植物を育ててみたい方、ポトスを知らない方、ポトスの上手な管理方法を知りたい方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、ポトスという観葉植物があります。観葉植物界ではもう定番中の定番植物と言ってもいいでしょう。そしてこのポトス、私は園芸初心者にとてもおすすめできる植物でもあります。とにかく管理がしやすい、入手もしやすい、そしておしゃれな植物、私の中のおすすめ観葉植物ベスト3には入ります。とはいえこのポトス、少し癖がある植物です。また実際のところポテンシャルがめちゃくちゃある植物でもあります。このポテンシャルを知らない方がまだまだ多いと思います。というわけで今回はポトスをまだ知らない園芸初心者にも分かりやすく、ポトスの最大限の楽しみ方、育て方をご提案します。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、ポトスは一家に一つあってもいい植物だと思っています。特にポトスの良さというと、水切れに強いこと、また日陰に強いこと、これが挙げられます。園芸初心者がやってしがちな失敗、これをカバーしてくれる植物、これがポトスです。また最近ではおしゃれな色のポトス、これもたくさん出てきています。ポトス自体は東南アジア亜熱帯の熱帯雨林気候に生息する植物で、日本の高温帯質にも合う植物なんです。またつる性植物ということもあり、形を変幻自在、自由自在に操ることもできます。こんなに都合がいい植物はありません。ただこのポトスも生育に失敗させてしまったり、あと楽しみ方を知らない方たくさんいます。永遠にポトスを楽しむためのポイント、大きく分けて3つあります。1つ目は場所をあまり動かさないこと。ポイント2つ目、垂らすか立てるか、どんな形でも栽培ができること。ポイント3番目、切ったら増やすこと。この3つです。ポイント1番目、場所をあまり動かさないこと。実際のところポトス、置き場所は年中固定ぐらいで私はいいと思います。動かしすぎるより、固定してポトスのベストポジションを見つける、これがまず第一の条件になります。この条件さえクリアしてしまえば、ポトスは永遠に楽しめます。特にポトスが苦手な場所、日が強い場所です。とにかく日の光が強すぎるとポトスはすぐに葉焼けしてしまいます。逆に暗い場所、耐陰性といって暗い場所でもポトス枯れはしませんが、どん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 調子は悪くなっていきます。ある程度の光の量は欲しい植物なんですよね。室内で一番調子が良くなるかなっていうところは窓際です。まあ午前中ぐらいまでしっかりと日が入ればベストです。とはいえ窓際でも直射日光があんまりガンガン当たると日焼けはしてしまいますので、レースのような遮光はするのがベストだと思います。置き場所を固定されたポトスは年間通して生育の方を自分で合わせれるようになっていきます。いろいろなところにポトスを移動してしまうとメンテナンス管理が難しくなることがあります。良い場所を見つけて固定する、ポトスを楽しむためには必要な条件です。ポイント2つ目、垂らすか立てるか、自由自在に飾れること。ポトス、つる性植物です。何もしないとどん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 つるが伸びていきます。このつる、長く伸ばしたくなければ切ってしまってください。切って管理していけばポトスはこんもりと仕立てることができます。また逆にこのつるを生かして伸ばさせるっていう飾り方もできます。つるしてあげる飾り方であったり、少し高い位置の棚から垂らしてあげる、このような飾り方をする、これおしゃれに飾れるポイントです。また実際原産地のポトス、どのように生育しているかといったら、実際のところ垂れているわけではなくて、他の植物にひっついて上がっていくが正しい植物なんです。ですので支柱さえあればポトスは上へ上、自ら上がっていきます。そして面白いことにポトスは上がっていった方が葉っぱがでかくなる植物でもあります。現地では野生化したポトスはモンステラと同じぐらい葉っぱが大きくなって切れ込みも入ります。仕立てが自由自在、おしゃれなインテリアを作るためにポトスは必要です。ポイント3番目、切ったら増やすこと。ポトス、なんといっても最大の良さは簡単に増やすことができるです。そしてつる性植物なんで、絶対的にどっかで切らないといけない植物でもあります。そうです、伸びすぎたつる、切って刺してしまえば個体が簡単に増やせます。もうポトスは一鉢買ってしまえば永遠に楽しむことができる植物なんですよね。園芸初心者の方でも簡単に挿し木でポトスが増やせます。ぜひともチャレンジしてみてください。というわけでここから先はポトス実物を踏まえて管理の仕方、実演にてご紹介します。では早速いきましょう。
はい、というわけでポトスの会です。よろしくお願いします。リペさん、お願いします。さあ、ポトス、はい、定番植物です。来ました。ポトスって育ったっけ？ポトスはやったことないです。あ、これはじゃあ買わないといけないですね。一家に一個ポトスです。一家に一ポトス、はい、一家に一ポトス、はい、まずポトスですね、どんな植物かっていうのを出したいと思います。こちらです。じゃん、はい、はい、このような葉っぱですね、見たことある方多いかなと思います。まあ、昔からある感じかなっていうタイプですね。これはゴールデンっていうタイプのポトスなんですけど、最近ではですね、ポトスいろいろな葉っぱの色とか、あの斑の入り方をするものがあって、なんか昔からある観葉植物ってさ、あのなんていうのかな、ちょっと古臭く見えちゃうこともあったりするんですよね。はい、なんか僕もおじいちゃんの家でさ、アロエとかさ、金のなる木とかさ、白竹とかあったんだけど、なんか今でもあるんだけど、なんかそれ見ると、あー、なんか懐かしい植物だなみたいな、まあなんかおじいちゃんの家かなみたいな感じの雰囲気になっちゃってなかなか昔からの植物たちって導入しにくいんですけど、なんか言ってしまうと昔からある植物たちってやっぱね、それなりに理由があって今もあるわけ。はい、何の理由があるかって言ったら、まず一個は需要があるっていうところと、まあなぜ需要があるかっていうところなんだけど、一番多分大きいのは育てやすいからだと思います。多分はい、枯れにくいっていうのかなっていうところで、そのポトス残ってます。まあ、早速あの品種の方を見ていきましょうか。このような感じの種類があります。じゃん、今あったやつでこんな感じですかね。まだまだ種類あると思います。まあ、例えばこのライムバ、綺麗ですね。綺麗な色してますね。えお部屋でこうなったらもうなんか爽やかやん。めちゃくちゃ爽やかですね。うん、緑色でもやっぱ濃いとちょっとね、インテリア選ぶかなと思うんですけど、明るい色のポトスであれば、まあ、どこでも置けるかなっていう印象。これがライム。そして白色の斑、これがマーブルクイーン。おー、女王様ですね。これ白も明るく見えていいよね。そうですね、爽やかに見えます。あと個性的なので言うと、エンジョイ、エンジョイ、エンジョイ、もう楽しみたい方はまさにエンジョイやこれ。ポトスエンジョイね、流行ってきてますね、これもね。もう白斑が綺麗に入るタイプね、はい、しっかりとメリハリがついて。そしてこちら、これがグローバルグリーン。グローバルだって。グローバル、うん、世界的ってことで。世界的なのかこれ。世界共通、はい、あ、これは緑の斑が入る、ちょっと珍しいですよね。珍しいですね、うん、こっちと比べると、まあ、こっちは結構派手派手しく入るんだけど、これおとなしく入る、はい、これはこれでちょっとシックでおしゃれやん。なんかおしゃれですねこれ。全くもっての緑だとちょっとなんか葉っぱって感じがするんだけど、はい、こういうグリーン&グリーンっていうのもいいですよね。こういう種類いろいろありますけど、ポトス自体の生育はこの品種によってそこまでの差はありません。まあ、どれも同じぐらいの感じで問題ありません。でこれポトスをね、簡単って私言ってしまったんですけど、ここで一つ謝らなくてはいけないことがあります。はい、なんか僕が簡単っていうのは、が簡単っていうわけじゃなくて、まあ、世間で簡単って言われてるものを中には枯らしちゃう人もいるよね。はい、状況によってはってなってくると、いやー、なんか簡単って言ったやつ枯らしちゃったらもう俺才能ないよって思っちゃうことあるよ。これできるよね、これぐらいはってあるじゃん、なんか推移が。それができないと挫折感っていうか、はい、あ、なんかみんなこれ簡単って言うんだけど俺だけできないわみたいな、俺向いてないのかなみたいな感じで思わないでください。実際もうね、ポトスは癖がある植物なんで、管理方法をちょっと間違えるとやっぱ簡単とはいえ枯らしてしまいがちです。でこれ植物が枯れる大きな原因っていうの、これがね、特にインテリアの観葉系でいうと3つあります。これ1つ目は明るさで、2つ目は水やり管理、そして3つ目は寒さです。多分この3つの原因はどれかで植物は枯れます。肥料がないだけでは枯れないと思います。まあ、調子が悪くなったり色つやが悪くなるっていうのは肥料ではよくあるんですけど、肥料が切れすぎてて植物が枯れてしまうっていうのは観葉植物そんなにないと思う。この中でもポトスを枯らす一番の原因は僕は水やりだと思う。寒さにこの植物弱いんです。なので冬場は確かに、なんていうのかな、外に置いてあると枯れてしまう。まあ、これはしょうがない。観葉植物どれも寒さに弱いんですけど、めちゃくちゃ弱くはない。特に室内で置いとけば日本全国どこでも問題ないはずです。いや、北海道だから枯れてしまうとか、東北だから室内でも枯れてしまうってことは多分ないと思います。で割と耐寒性強いかなっていう植物でもあるので、温度で枯れるっていうのはそんなにないんですけど、追い打ちをかけて枯らすのが水なんです。観葉植物全般的に特にそうなんですけど、冬場とかの温度が下がって生育が悪くなってきた時の水やり管理、これで追い打ちをかけたように
植物が寒くなっちゃって風邪ひいちゃうみたいな感じ、ね、普通にさこうやって凍えててさ頑張ってるのにさ水ジャバってかけられたらさ冬場はきついっしょそれきついっすきついでしょ、はい、そのでもあげないと植物枯れちゃうんで水はどっかのタイミングにあげてほしいんですけどやっぱ水のあげすぎみたいな形残ってる状態が長く続くと、まあ、風邪をひいてしまってこじらせて枯れてしまうってことがよくあります。あと逆に日当たりっていう部分も付け加えて出てくるんですけどポトスっていろいろ調べるとなんか暗いところで大丈夫だって書いてあるんです。これが結構な勘違いかなと思う。暗いところで耐えることはできるんですけど育つかというと暗いところであんまり育たないです。やっぱり暗いところで育たないでやりがちなのはここでも水です。育たない植物って光合成があんまりしっかりできてないっていうことなんで水をあんまり吸わないんですよ。なんで暗いところで育てれないこともないんですけど水やりが多すぎるとこれ冬じゃなくても根腐れさせて枯らしちゃうってことよく起きますんでポトスを今まで枯らしたことがあるっていうことはとにかく置き場所固定するといいと思う。でベストはやっぱりね多少明るいところがいい。窓際とか、うん、明るめの室内が一番ベストポジションはポジション明るさが確保できるようなところの方が水の乾きの調節がしやすいっていうところではベストポジションになると思う。トイレとかでもね問題ないんですけど真っ暗のトイレの中はあんまりおすすめできない。なんかトイレでもさ多少日が入ってくるようなところあるじゃん。なんか上に窓がついてたりとかちょっと下窓がついてたりとか小窓っていうのかなちょっと明るく入るぐらいなああいうところのトイレであれば間違いなく問題ないんですけど、まあ、閉め切ると真っ暗になっちゃうみたいなところは実際のところポトスは向いてないと思う。トイレって個室じゃん結構。そうですね、まあ、普通個室かそうです何個もないわ個室じゃん。個室で閉められっぱなしじゃん。だいたい開いてないでしょ多分。そうですね。トイレってよっぽど閉めるでしょ、はい、ってなるとどういう環境になるかって言ったら空気が通らないんです。あんまり循環ないですね。循環がほとんどないじゃないですか、はい、頻繁に入ればこれで空気が起これるかもしれないんだけどそんなに開け閉めないようなところで植物全般的には風が当たらないと蒸散って言ってこの水を逃がすっていうことができなかったり今度二酸化炭素を吸えなかったりするんです。今度少なすぎちゃう。なんで新しい風を入れれるような体制をとにかく作っておいた方がいいので失敗してしまった方はとにかく置き場所を明るめにして水やり管理ですね。まあ、冬場はなるべく切らしてほしいんですけど生育期は乾いたらしっかりあげるで大丈夫です。案外と水切れには強いんで多少水あげ忘れたかなと思ってもそこまで問題ないです、はい、とにかく水のあげすぎこれに気をつけてください。でこのポトスですね販売されてるものは多分こういうぐらいのポットサイズが多いかな。あとは仕立ててあるものが多いです。仕立ててあるっていうのはハンギングにしてあるか支柱でこう立ててあげてるかみたいな感じだと思います。例えばこんな感じです。じゃん。はい、はい、ちょっと迫力ありますね。迫力すごい。迫力すごいあるね。まずハンギングってなってくるとこういうかけるタイプするがこうやって伸びてくるんで高い位置とか吊ってあげれば簡単に垂らす植物として使うことができる、はい、まあ、割とねハンギングしやすい観葉植物っていうのも実はあんまりないんですよね。まあ、言われてみればそうかもしれない、うん、ハンギングできなくはないんですけどでいろいろ植物ハンギングで売ってたりするんですけど結局ね水管理が難しいとか水切れさせちゃうことが多いんだけどポトス本当水切れ割と強かったりするんで高い位置で置いといても比較的管理がすごくしやすいっていうところでおすすめです。あとは販売形態によってはこういう風に支柱これはトレリスですね。木のトレリス長く伸びたツルをこれぐるぐる巻いてある感じですね。こういう風にジャングルチックにもできますという形でポトス自体はどういう風に楽しもうかっていうのが結構面白く変えることができる。でコンパクトにしたければ切っちゃえばいいねこれね、うんうん、パツ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 切っていけばここの位置で管理ができるし垂らしてみたいなみたいな感じだったらこういう風にどこまででも垂らすことができる。ちょっと面白いのを持ってきたんで見せてあげようか。はい、うちのポッちゃんを見る。見たいポッちゃん。うちのポッちゃんね、はい、もう永遠に伸ばそうかと思って、はい、めちゃめちゃ伸びてます。ちょっと出しますね。じゃん。はい。ポッちゃんね。うわ、長いぞこれ。長いでしょう。はい。まずこのツル。はい。このツルでいくと、チル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 ーンってやろこれ。うわ長。これ伸ばしてるね。これどれぐらいでこんなになったんですか。これでも半年とかぐらいじゃないのかな。半年、うん、1m50 ぐらいあるねこれね、はい、そしてまだこれに驚くことなかるですよ。このツルがね
まあ長いんですこれ。いきますよ、はい、ここちょっと枯れちゃってるんですけど、あ、葉っぱがちょっと落ちちゃってるんですね。そう、テレテレテテレテテ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 テ、マジックじゃないですよ、マジックだよこれ。どれぐらいいってんのかなこれ。4メートルぐらいいってますねこれ。4メートルありますね。これヘビを巻くっていうさ、ショーができるよこれ。ニシキヘビを巻いてみるみたいな。ほら、うわ、こんな感じで伸ばせば割とどこまででも伸びていくみたいな形が取れるんで、こんだけ長いとね、家中走らせることができるわけ。そうですね、元をたどってたらここの鉢かみたいな。まあここまでやるのはちょっと異常なんですけど、まあ、これぐらい伸びるという、もっともっと多分伸びます。ここをやっぱね、水切れ起こしたりしたり調子が悪くなっちゃって、こうやって枯れてる部分がある、はい、なんだけど咲きにくいにつれて元気になってるね。どん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 前へ前へつけていく習性があります。この根元付近から葉っぱが一度枯れちゃうと出てきません、はい、先端先端へってどん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 養分いっちゃうんで、これいくらこうやって寝かしたとしても多分ほぼ出てきません。寝かしたんですけど出てこないんで、もし出したければやっぱこう切っちゃうね、うんうんうん、根元から残念ですけどこの辺切ればまた新しい枝がここから出てきて葉っぱが株元つきますんで、まあ、これはこれでいいかなと思って置いてありますけど、そしてこのねポトスを垂らすっていう飾り方は、はい、今言ったみたいにこういう風にダラダラって飾ってもいいし、なんかこう巻きつけててもいいんですけど、葉っぱっていうのが基本大きさっていうのが変わらない、標準サイズで止まってしまう、うんうん、逆に支柱で立ててあげると葉っぱが先端の方が巨大化するのこれ。ただ条件があって、例えばねトレレスみたいに支柱立ててぐるぐる巻くじゃん、これで葉っぱが大きくなるかって言ったらこれだとあんまりならない。じゃあどういう支柱だったらなるかって言ったら、ヘゴ板とかヘゴ支柱みたいな植物の木のヘゴっていうのがあるんだけど、それにつけてってあげると葉っぱがめちゃめちゃ大きくなります。これ見てもらうとすごくわかるんだけど、ポトスはこういう節々から気根っていう根っこを出すよねこれね、はい、でこの根っこに水分が当たるとその水分を求めて根っこがこれどん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 生育するの。生育するとそこの葉っぱがでかくなるって感じ。なるほど。なんで支柱ってこの木の支柱みたいな棒だけのやつだと水分っていう水分ないんですよねこれね。なんで水分があるような支柱を立ててもらうとそこに根っこがくっついてで巨大化するっていうイメージ。これがね実際のところ家庭でもできたり、そういう専用のポールっていうのが売ってます。で専用ポールちょっと今販売なかったんであれなんですけど、筒状のネット状になってますっていう、何支柱って言ったかな、ちょっとまた調べて出しておきますけど、プラスチックの支柱があります。ただその支柱ではなくてもこのポール自体は作ることができます。というわけで今回ですね、ちょっと簡単な作り方の紹介をしたいと思います。さあ行きましょう。この筒状のポール、これを別名でモスポールなんて呼ったりします。はい、モスポールなんぞや。そうです、モス、いわゆる苔ですね。でこの場合でいうと水苔です。はい、水苔をポール状にして立てていくと、その水苔って水分あるじゃん、はい、水分を求めて中にポトスが根っこを張って巨大化させることができるっていう、こういう仕組みなんですけど、この筒が特に園芸店最近ないかもしれません。なので代用できるものがあります。代用できるものこちらです。じゃん、これプラスチックのメッシュネットっていうのかな、がロールで売ってたり、もしかしたら大型のホームセンターで1メートルとかの切り売りをしているところがあるかもしれません。これぐらいのメッシュのプラスチック製のものがポールとして使えます。これは僕アマゾンで買ったんで、よければアマゾンリンク貼っときますけど、だいたいこれ40センチの4メートルかな、1500円ぐらいとかです。でも結構割安は割安そんな気します。そう、はい、ほんでなんとねこの中にね忘れちゃったんだけど、軍手が1個入ってたのと、はい、はい、この止めるタイですね、タイが入ってたのと、このメガネバサミが入ってました。これこういう、おお、ただねこのメガネバサミねめちゃくちゃチャチーこれ。すぐ壊れそう、はい、はい、まあだけど一応こう作業用のものが入ってたりします。まあ、使えたら使ってくださいっていうところですね。でこのメッシュ系のプラスチックのシートでポイントがあります。
これでねパッと思い浮かんだ方いるかと思うんですけど、鉢底ネットのロールタイプとかっていうのも売ってたりするんですけど、鉢底ネットはここのメッシュの穴が小さすぎる、根っこが入らないよね。あーなるほど。できればこのロールの筒の中に根っこを入れたいわけなので、ここが本当にメッシュのメッシュだと根っこが入らない。そうなると、まあ、育たないことはもちろんないんだけど、大きく育てれるかって言ったらやっぱこうしっかりとグイッと入るぐらいの大きさっていうネットの隙間があるといいと思います。これで多分1センチぐらいかな、隙間そんぐらいですね、うん、っていうのをこれ選んであります。で作り方なんですけど簡単です。まずポールですね、まあ、これどういう風に使いたいかはまあお好みなんですけど、筒の大きさ目安としていいかなと思うのはペットボトル 500ml ぐらいのぐらいが結構ベストマッチします。ジェンこの辺ですね、はい、これをこうやって巻いたぐらい、はい、これぐらいで合わせてもらうと比較的すんなりと大きさの調節ができます。これぐるぐるぐるって巻いてもらったこれぐらいみたいな、はい、でここで切り離すみたいな感じね。もっと長く欲しければこっち側にしてこれをぐるぐるって巻いて、まあ、切ってしまえば大きさどれくらいでもいけますよっていうところで、あんまり太すぎても倒れやすいっていうのかな、ゴンゴンゴングラグラしちゃうかもしれないですね。あと鉢に収まりきらなかったり、うんうん、で逆に小さすぎたら小さすぎたでポトスって割と生育旺盛なんで、見てもらったようにどん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 出てきますんで多分ね足りなくなってっちゃうと思う。ほんでこの辺の40センチのものであれば継ぎ足しで立てていくことも可能なんです。なるほど、成長に合わせて。なので一気にでかいものを柱を作らなくても生育に合わせてこのモスポールを積み上げていくっていうタイプ、これができると非常にいいかなと思います。市販のタイプはね多分積み上げができなかったりするのと、筒状で販売しているものがほとんどで、その筒状の中に水苔を中に入れるんだけど、入れる作業が結構めんどくさい、長いのでよいしょよいしょでこうやって突っ込んでいく作業難しいんですけど、この切り売りタイプのやつだと水苔敷いてぐるんって巻くだけでポールすぐできてしまいますんで、まあ、このやり方が一番ベストかなと思います。というわけで簡単作ってみましょうか、はい、これもう切ったるタイプですね、もう切りました。ここに、はい、水苔です。水苔、これ水苔の貝をやったのでね、水苔のふやかし方戻し方は参考にしてください。これしっかりとふわふわっていう感じね、はい、まあ、ゴミが入っちゃってますけどゴミは抜いてもらう。これをよ、てててててゆっぺさん、はい、恵方巻き知っとるあそうだ、これあの大切なこと言うの忘れた。このモスポール作るときに大事なのは、今年はね南南東、はい、南南東を向いて巻くと成功する。これ毎年方角変わるよね、あれね、変わるね、はい、毎年こっちの方を向いてよいしょよいしょよいしょってやってあげると成功しますそうモスポール作る時のもう一番のあれはね、ガーデニングって寿司と通ずる部分多いですね。多いなぜか間違いなく多い多いんですよ、はいはい、詰め込む必要がないので楽なんですよとにかく、はい、ね、のり巻き作ってる方は当たり前じゃないこれ、うん、ね、ご飯ですからね。そうご飯ですよこれ、はい、もう具を入れたいもんねここにね、はい、サーモンとかさキュウリとか入れたいね卵とか入れたいねそうこれをぐるぐるぐる巻くだけ、巻くだけなんです、はい、巻くだけ、巻くだけ簡単これ、はい、ほらできましたね、ちょっと足りないかなと思ったらちょっと足してあげるね、はい、うん、なんでなんかいろいろこういうさ資材とかさ水苔もまあこの間紹介したんだけど使い道がわからんかったりねするやん。そうですね、そんなに水苔使わないやんとかさ、うん、これいろんなところに使えますよっていうのを知っとると幅が広がるし消費できていいよね。うんですね、うん、でこれをぐる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 っとやってもらう、はい、でこことここですねは、まあ、この場合だとこれがついてるんで、はい、まあ、これ別にあのモスポール用の商品ではないんですけどね、はい、こうやって連結できるようなものがついてるんでぐーぐーぐーって巻いた時に、まあ、どこかでね止める、通してあげて通してあげて通してあげる、はい、でギューッと、あとはビーって、はい、ビーってやっていけば、はい、で1箇所止まったらこれに合わせて数箇所ですねしっかりと固定できるように止めていきます。
はい、というわけで太巻き完成です。完成、恵方巻き完成です。はい、そしたらまあここね出てるところを切ってもらう、切ってもらう、切ってもらう。でこれできたものを、まあ、どこにどうやって刺すかなんですけど、はい、これを例えばここに中心にズドンと立てたいと、はい、いうところだと置いとくだけだと揺れちゃう、揺れちゃいます、揺れちゃうんで、ここで登場するのがジェン、支柱、支柱、支柱と今度はこれをつけちゃう、はい、ほんでで刺してあげると漏れなく固定ができますというところで、後ろね見られるとちょっと不格好なんで見られないように背面に支柱をセットして、あとは刺してつけるだけ。これもこのピーって止まるタイプね、これで固定が簡単にできますんで、これで一緒にここのネットごと固定してあげることで解決できます。はい、できたらここも切るだけね、切るだけ、切るだけ、切るだけ、はい、はい、ほんでこれを太巻きを刺す、はい、太巻きさん、よし、出て出て出て、はい、おお、なんなんと、なんなんと、これもっと大きくなるですね。もっと大きくなる。で連結は同じようにこういう感じ。で支柱が足りなければ支柱はつどつど長いやつに書き換えてもらって。であとはよいしょ、ポトスをするね。まあ巻いちゃってもいいと思います。よいしょ。でこのまま固定してあげると勝手に水分求めてこういう出てる気根っていうところが中にね侵入してきます、はい、でほかっとけば大丈夫って感じですね。ここだけ、まあ、紐かビニタイでもいいんでぐるっと止めちゃう感じの管理していただければ、この葉っぱ自体が大きくさせることができるという、はい、モスポールなるものも作れたりしますんで、まあ、仕立てをですね、まあ、自由に、まあ、これだったらもう垂らしても立てても両方いけちゃうんで、そうですね、どこに置こうみたいな感じで置いたらいいのか上げたらいいのか分かんない。なんで割と逆にこのモスポールみたいなやつを活用すると、普通のさ観葉植物、普通のっていうのは例えばこういうさ背が高いもので下に置いて高さ出したいなみたいなものあるじゃないですか、はい、っていうのも実際のところポトスでできちゃいます。なんかコンパクトな植物だなと思いきや、かなりこの上までダイナミックに、しかもどこまででも高くポール状に仕立てていって、葉っぱ自体も大きくさせることができるっていうところで、まあ、ちょっと飾り方のバリエーションが増えるかなというふうに思います。ぜひともやってみてください。さて次ましては刺し目です。ポトスは簡単に増やすことができて刺し目が簡単にできるんですけど、方法としたらいろいろな刺し方があります。一つ目は土で刺す場合ね、通常の刺し目みたいな形でやる場合と、あと水刺しっつって水の中に入れて増やすってこともできます、まあ、通常の刺し目タイプの説明をちょっとします。例えばこういう風に伸びたポトスですね、あります。で刺し法っていうのかな、どの部分を刺すかというと、この葉っぱ1枚に対して気根が1個出てるんです、こうやって縁に、はい、欲しいのはここですね、ここここみたいな感じなので、とりあえず例えば伸びてるところ、まあ、伸びすぎちゃったなと思ったらまず1回切る、はい、切る、この辺も伸びたな、切るみたいなね。これがさあ、しまった、ちょっと手袋するわ、はい、このねポトスはちょっと毒性がありますんで手が弱いとかぶれるかもしれない、はい、うん、あとペットとかにもあんまり良くないので、ちょっと猫ちゃんとかワンちゃんがカジカジするようなことがあると避けてもらった方がいいかもしれない。液体がってことですか、切った時の、切った時の触る分には問題ないですけどね、切った時にちょっとこの里芋科のグループは全体的に刺激物質が多少出ますんでね。でまあこの辺も切るね、切る切る、もう今度永遠に出てくるよこれそうですよね、永遠につるが出てくる、こういう風につるが出てきたら切るみたいな感じね、はい、で使えます。で使うところエリアがガツッとこんだけ分欲しいところは、はい、なのでここの縁が長くいらない、はい、ここ長いところは切っちゃう、こういうふうに切っちゃう、本当そこだけでいいんですね、うん、ここだけでいいです、こんな感じでザクザクいける。で最終的に出てる先端部っていうのはここですね、多分ね2枚出てると思います、こうやって、はい、
2枚葉っぱがね、これ1枚で、この葉っぱが1枚と葉っぱの2枚のタイプ、こっちの葉っぱ2枚の方が発根率と生育は良くなる、はい、うん、っていうところだけちょっと覚えておいてください。多少差ができるんですけど、この先端部の方が、まあ、よりちょっとボリューミーな株になりますよっていうところですね。もう永遠にできるよこれ永遠にできますよこれ、純平さん、ほらほら、はい、というわけでこれできましたね、はい、で刺す土ですね、土とポットなんですけど、まあ、これ特別こだわるっていうところはありません。通常通りの刺し目用でやっていただければ大丈夫です。まあ、ただですね、なんか1個に1個刺していくと非常に場所取ったりしますんで、大きさ大きめの鉢、大きめといってもあんまり大きすぎる鉢だと土たくさんいりますんで、できれば、はい、まあ、例えばこういうポットぐらいのサイズですね、サイズ感のものにこの辺を4、8、5個刺してもいいかもしれない、はい、5個ぐらいですね、土で刺して入れちゃうっていうパターンもできるんですけど、ポトスの刺しでおすすめは水刺し、はいはい、水刺しっていう刺し方ができます。これまた水刺しの回作りますけど、お水の中で発根させるっていうことができます。でこの土で刺すパターンと水で刺すパターンの大きな違いっていうと、まあ、僕的にはその時期にもよると思うんです。あったかくなってくる時期は僕割と水差しをおすすめします。でその割と水差しをおすすめするっていう理由は、やっぱ温度が高くなる時期っていうのは発根率が早くなるんですよね、はい、で発根率が早くなってくるっていうことは、まあ早く処理ができる、で水も年中水差しできるんですけど、寒い時期だと水つけてても一向に出てこなかったりとか、かなり時間がかかってしまったり、まあ、ダメになることもあったりするんで、水差しやるんであれば、まあ、春から夏ぐらいまでの間、ここをおすすめします。まあ、逆に量をたくさん欲しいってなったら、これは土差しの方が量はたくさん刺せると思う。たくさんの量を水で管理するっていうと、水ってそのまま入れっぱなしだと腐っちゃうね、どっちにしても、はい、水替えっていうのをしないといけないんで、それが大変になっちゃう、こうまた入れて出して入れて入れてっていうのが、なんでたくさんバーッと刺したいよってなったら、ポットにバーッて刺してダーッと並べて水を上からシャーッてかけた方が管理が楽っていうところもありますんで、まあ、お好みで使い分けてほしいんですけど、初心者の方とか、まあ、例えばその庭があんまり場所取れないっていう方は水差し、これがねベストです。でこの水差しの容器ですね、ここもちょっとこだわってほしいなっていうのがあって、割と水差しやると根っこが出てるかどうかが分かるんで、まあ、透明の容器とかでやったりもおすすめできるんですけど、まあ、僕はですねどっちかっていうとこのポトスの場合特にですけど、透明の容器は使わない。お、なんでですかそれは。透明の容器これ自体が実際問題ね、これねダメではないんだけど、植物の根っこってさ、こういう根っこって基本的によ、どこに生えてるかって言ったら土の中や、あ暗いところ、そうなんです、明るすぎちゃうんです。で光がよく入っちゃうと、その根っこ自体が出てこないことはないんだけど、ちょっと嫌がる習性がある、はい、時間がかかったりとかなんで、できればここ暗くしてあげた方が植物にとっては環境が良くて出やすくなるっていうのもあるんで、透明よりもちょっと色がついた水が垂れない容器っていうのがおすすめです。ほんでこの色がついた容器もですよ、僕のおすすめは紙コップでいいです。はい、今最近おしゃれな紙コップ売ってんよ、100均とかでも。水が溜まればよくて、あと透明じゃなければいいで、割とちょっとおしゃれなカップ、はい、例えばこの辺ジェン、はい、これダイソーか分かんないですけど、うちにありました。あ、なんかコーヒー入ってそうな感じのカップですね。いいじゃないですか、はい、でこれに水を溜めてポトスを入れるだけです。やってみましょうか。水をじゃあ、あんまりね深く入れすぎない方がいいね。はい、はい、ちょっと深すぎるかな。だいたいこの根っこのここね、ここが入ってればいいので、あまりこんな長くまでいらないっていうところで収まるぐらいね、の水にしてもらって、あとはもう入れるだけよ、こうやって入れるだけ、はい、入れるだけ、入れるだけ、はい、というわけでこれ入れております。普通に良くないですかって感じそうですね、なんか可愛い、可愛いでしょ、はい、でこれですね、水を多少定期的に変えないとやっぱ腐ってしまいますんで、3日4日に1遍ぐらいでいいので、水をジャーッと開けてまた同じ水量に変えてほしいんですけど、やっぱそれが一番やりやすい場所は台所、そうですね、キッチン周りの
どっかにトントンって置いてたけど、これがまたねおしゃれになるんよ洗い物しながらこのグリーンが楽しめる。そして耐陰性があるので逆にこの時期にたくさん光がいらない場所っていうのが台所。確かに水管理も楽、家事はかどるで本当にちょこっとちょこっと楽しむのであれば、はい、これでまあ発根して土に植えるっていうのもありなんですけど、まあ、もうこのままどうせなら水耕栽培みたいな感じでキッチンの服に飾っとこうかみたいな。でまあ傷んできたら傷んできたでまた新しく伸びてきたポトスを切ってちょんちょんと刺しとけばもう年中インテリアよこれそうですね、土も使わずに水耕栽培しながら根っこを出すこともできるみたいなところで、あんまりこう窓辺窓辺でさなんかグリーンが少ないなみたいなところであれば、コップに水ためてちゃんちゃんやって、ちょっとデスクの上とかでもいいじゃんこうやって、いろんなところに置いて、でダメになってきたら変えた時には多分またツルが出てますっていうのを繰り返していけばポトスは永遠に楽しめます。はい、というわけで今回の川目くんガーデンチャンネルはポトスについて特集しました。よかったかな、参考になったかなと思うので、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたのポトス愛ありましたらコメントの方で教えてください。川目くんガーデンチャンネルではこのように園芸初心者の方におすすめできる植物の提案、飾り方を説明していきます。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後はダイカフェの余談です。マクトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあポトスの良さが分かりましたか。いやすごい、もうとにかくめちゃくちゃ増えそう。増えるのとやっぱ気軽にいろんなところに、これだったらさトイレとかそれこそ入れといてもいいよ。そうですよね、うん、成長させるっていうよりその時楽しむ切り花みたいな感覚、で長く持つ切り花だからとい う, こう重宝するようなものを 2,3 個お家にあると割と生活が豊かになったりしますんでね、まあ、その中では本当におすすめできるっていうところで僕の中ではベスト3には入るかなっていうポトスさんね。結構増えるからこう渡したりできそうじゃないですか、そのなんかプレゼント。ああ、そうですね、これはね種類による、はい、品種でやっぱりね登録取ってるものがあるんですよね。例えばこれは取ってると思うな、商標ってことですかね。そうですね、品種登録出願中にはなってるんで、これ取れると営利増殖禁じますって書いてありますね。あ、後ろに書いてありました、これ。なるほどなるほど。ちゃんとそう、そういったものは営利としては使ってはいけないし、まあ、他人譲渡するっていうのもあんまりよろしくない。ただ個人的に自宅で自分で楽しむ分であればこういう挿し木挿し芽っていうのは問題がほとんどありませんので、1個は買ってもらってで自分の家の中で大きく育てて楽しむ、これが一番いいですね。これでも増やすってみんな分かっちゃうと、売れなくなりますやっぱ。それは知らんそれは知らんけど多分1個は買ってもらうやん、はい、何にしても、はい、1個育てるとなんかこうボリュームがバンバンでかくなるから、うんうんうん、結局はそんなにめちゃめちゃすぐ枯れる植物ではないんで、なんかすぐ枯れる植物だとね買い替え買い替え需要ってあるかもしれないんだけど、はい、ほとんどそんなにこうバンバン買い替え需要って多分ないから、まあいいんじゃないそうですね、まあいいんじゃない。この良さが分かっていただいたり、その植物のさ可能性ってあるじゃん、いろいろ、はい、こういう植物があるよみたいなやつで入ってってもらって、なんかポトスみたいにいろいろな活用法とか自分にこう育てやすい植物っていうのが発見できてくるのがやっぱり園芸が広がっていく要素ではあるんで、うん、面白くなってきますよね、まあ、そう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 、自分が好きなジャンルの植物というか好きな育て、まあ、好きっていうか合った育て方ができるとか飾り方ができる植物を見つけるっていうのは割と重要なことだよね。で1個分かってきて良さが分かってくるとそれを自分で今度は探そうっていう気になるじゃん、やっぱ。なんでなんか失敗してこう難しいのをなんかいろいろ育てて環境変えて育てながらってやっぱどっかで挫折しちゃうと思うんで、やっぱもうこれまあめちゃめちゃ強くてめちゃめちゃ便利みたいな、まあそのような植物が見つけて育てれたらいいかなというふうに思いますんで、はい、まあいいでしょ別に、うんうんうん、あとは生産者の皆さんがかっこいいポトスをたくさん作って商標登録して普及していけばもうお互いウィンウィンになるんじゃないですかね。そうですね、はい、というわけで、夏場でもこの辺の植物は楽しめますんでおすすめです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。